はい今回は福岡県の人気うどんチェーン店の美味しい天カスのスプーンをペロペロしたまあやばい件と、まあ、こちらの件について、えー、考えていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまあここ最近ですね回転寿司のあのー、ね、えー、お客さんがあの今共,共有するものあの醤油を、えー 醤油差しをなめたりお客さんがお茶を飲む、ね、コップをなめたりその回ってくる寿司に、えーまあ、自分の指でつばをつけたりっていうことでこちらの件がですね大きな問題になってるんですが実はその外食チェーン店にそういうことをする人間がいるんじゃないかと、えー、思っていたんですよ。そううしたらあのこのの <coughs> 福岡の人気うどんんチェーン店で、あのーまあ、お,お蕎麦屋さんとかにある、ね えまあこの天かすのスプーンをペロペロしたっていうこのやばいえ男がおりこちらの件が <laughs> まあニュースになっていたんで今回こちらの件について考えていこうと思います僕はあの結構ね立ち食いそばとか行くんですよ週にえ半分ぐらい仕事の往復の,の時だから、まああのね、でこの天かすとかっていうのもあのまあ入れさせていただくんでまあ許せないなと思う、まあ、そういったこともありまして、まあ、皆さんもお思われると思うんで ね、あのタッチ食いそばとかにあるじゃないですかしかもこの福岡の人気うどんチェーン店ということだったんで、ね、これはあのおいしい天かすをお店の人がサービスで出してくれてるものをえこういうことをやるやつっていうのは、まあ、許せないなと、まあ、そういうことを思いながらまずですね、まあ、このニュースの記事から引用いたしましてそちらについて思うことっていうことでお伝えしていきますまずあのニュースのね記事を引用いたします <laughs> 回転寿司店での迷惑行為を撮影した動画の 投稿が相次ぐ中、福岡県北九州市の人気うどんチェーン店舗で撮影されたとみられる動画が SNS 上で批判を浴びています。共有のスプーンを使用して天カスを頬張る男性、姉妹にはポーズまで決めていました。天カスは卓上に置かれて無料で提供されているもので SNS 上で批判の声が相次いでおります。この動画は えー、福岡県北九州市を中心に50店舗以上展開する人気うどんチェーン店、けさんうどんの店内と、えー、見られます。運営会社への取材によりますと、カスタマーセンターからの報告で、この迷惑行為についてすでに把握しており、現在、撮影時期や場所などの事実関係を特定中だということです。運営会社はは天スの器やスプーンなどは定期的に 入れ替えを行っているとした上えで、現時点詳細な対応についてはコメントを控えるとしています。えー、まああの <laughs> こういったまあニュースなんですね。でこれあのやった人間の場所とか日時がもうほぼ特定されてるっていことなんですよ。で、えー、まあ、僕はあのさっきあのまあ、リスナー様にお伝えしましたけど、立ち食いそばとか行くんで、まあ、皆さんも行かれるかもしれないんですが、別にこの、えー、ね、えー、このうどん屋さんのことについてもちろん悪評とか全くないんですけど、あの <laughs> ね、えー、なんていうんだろうこのまあお,おいしいサービスの転化すって。 ああの席の席間にあって強強要してしたりすするわけじゃないですかだから横ついてもしこんなことをされたら、ねえー、その例えばその隣の人が避けたにしてもその次に間違えて食べてしまうとか知らずに食べてしまうということがあると思うんですよだからこういったことは許せないんですよであの回転寿司のこれ模倣犯である、えー、ね可能性があ,あるんですねでこれまあ、立ち食いそばとかまあそのうどん屋さんとかもそうですけどこの卓上に置いてあるこの天かすってお店の人の行為なわけじゃないですか、まあ、あお客 たくさんをまあ思ってっていうか、お客さんが。 えまあね、えー、楽しくおいしく食事ができればっていうそういうね、えー、人の行為の、えー、まあものその天かすのスプーンをペロペロ舐めるとかってありえないですからねこいつ何なのかなとかって普通に思いますからでおそらくこういったことがあるとどうなるのかっていうとあのうどん屋さんから今後この卓上調味料とかもちろんこの天かすとかもそうですけどそういったものがなくなるっていう可能性があるんですよだから僕あのちょっと前にね、えー、あの回転寿司の あの炎上の件で思ったんですけど、まあ、どこの外食チェーン店にもこういった可能性あるなと思ってたんですよ。あのー、お客さんが飲む湯飲みあのお茶を飲む湯飲みの ところを舐めたたやついいじゃないですか,だから今回もそうですよ、あの天かすのスプーンってお客さんが共有するもんなんで、だからこういったことがですねあの日本中であの連続して起こるんで、これもう日本の大きな社会問題なんですよ。これ、一体なんでこんなことが本当起こるのかって、だから、あのその後の多分対応とかが甘いんですね。だから本当に今回もそうですけど、もうこういうのをした人間に対して、きっちりとねあの <coughs> ま警、あ、報上もままああ、まあ、民事でも刑事でもどちら でももうちゃんととしないと続きますからねこれでこれこのうどん屋さんに対するでこんなことを悪評が立つ一種の営業妨害じゃないですかであの今回はこの犯人とかっていうやったやつが、まあ、はっきりとまだわからないんですけどもう子供とか大人とか関係ないですからね、うん、別に高校生だろうが大人だろうがさそんなもん関係ないんで大人子ども関係なくでまあね <laughs> あの男も女も関係ないですから女の人がやることっていうのはあんまないんでしょうけど大人子供も関係ないお男も女も関係なくもうこういうのやったらもう徹底的に取り締まらないとあのなんでかっていうとこれ皆さんも思うかもしれないんですけど日本経済が傾きますからね。 あのなんでかっていうとこういったことが話題になると多くの人が外食しに行くのを控えるわけですよそうなってくると飲食店の経営が厳しくなってくるわけじゃないですか,だかもっと言ったら飲食店でね例えば働いてる人の雇用の問題になったりとかそういったところにも話もあの、まあ、つながっていくわけですよ。でこの <laughs> う,うどんチェーン店で天かすのスプーンをな、まあ、めたやつねこのペロペロって言ってますけどなめたやつこうなんかこう俺はやってやったんだぜみたいなこのポーズをしてますけども、まあ、最低なのもいいところですかねちょっといい加減にしろっていう話ですよだからこれっていうのはあのこういうね、えー、まあ最低な人間が、まあ、飲食店に対する、まあ、あのまあ挑戦とかそういったことを挑発とかそういう風にも取れるんでだから本当にこのままあのやられっぱなしだったらもうどうしようもないんであの飲食店の方とかあのこういった問題 があったら本当にね、えー、こういう人間をちょっと追い詰めていかないと、でやったらもう本当にあのとんでもないことになるっていうふうにしていかないと、ずっと続くんでね、だからよくあのたまに話とかであのあるんですけど、皆さんも思うと思うんですが、なんか面白いとかね、軽いノリとかネタとかってますけども、そういう次元でありませんから <coughs>、日本経済が傾きます、こんなのが続いたら。らなんでかっていうとね、その外食産業、な日本の中の外食産業、まあ、飲食店の経営悪化するじゃないですか。だってあの お客さん来ないわけですよこういったあのー、ことになったら。例えば僕も、まあ、リスナーさんもそうだと思いますけど、例えば回転寿司に行こうかなと思って、ま最近こういった話があったから、ちょっとどうかな、ややめようかなとか思うじゃないですか。じゃあ今度ね、えー、うどんとか食いに行こうかなと思ったけど、だそういえばこの前、ね、あのうどんチェーン店の天かすのスプーンを、えー、な舐めてるやつがいたからやめようかな。で、えー、それで少なくとも回転寿司のね、 お店とか、うどん屋さんというのは、客足が遠のいていく,いくわけですよ。で、さらに言うと、その飲食店で働いてる方のね、例えば雇用の問題にも影響しますし、あの日本経済、だから国民がその外食しないということは、お金を使わなくなるんで、例えば家に帰ってきてな何か食べるとか分かりませんけど、そういったふうになると、経済の循環が悪くなるんで、これっていうのは本当に、あの、 日本の大きな問題なんですよ。だからそのね、えー、なななんていうのかな、まあ許せないと思いますけど。 ネタとか軽いノリとか、まあ、この程度のこととか面白いとか、まあ、そういった事件ではありませんから、もう本格的にこれを機に、あの今回を機に、まあその前のスシローの件もそうですけど、今回のこのね、うどんのあのお店の方もそ,そうだと思いますけども、徹底的にこの、あの <laughs>、追求していかないと、だ飲食業界の人とか、あとこういった案件がもう出てこないようにしていかないと、本当にどうしようもないと思います。ちなみに僕は、あの、週の半分ぐらいうどん食べるんで、うん、仕事の行き帰りとかうどん食べるんですよ。で、このね、あの、 天かすとかを、あのー、入れて食べてね あの、食べて、まあ、スープを飲んだ時に、おい、美味しいなと思うんで、そういうこともできなくなるじゃないですか、こんなのがあったら。許せない話だなと思ったんで、えー、ちょっと今回、えー、取り上げてみました。まあ、あの、最近こういったことが続くんでね、えー、ちょっと考えることがいろいろありますし、まあ、リスナーさんも思われるところがあると思うんで、まあ、何かしらご参考になっていただける点があれば、何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。